いや、思ったんだけどさ、なんだろう、監視カメラ仕掛けてないんかなと思ったら、結構仕掛けてあったりするのね。でもここの一箇所だけっていう、なんか不自然な感じもするけど、こっち側には、おー、始まっちゃった。あ、エイだからかな。もう敵が待ち構えてるね。 で、どうも、ね、皆さんこんばんは、ゆりかけです。今回もバイオ4をやっていきたいなと思います。ね、やっとアシュリーと再会して、まあ、穴開いてる？穴開いてるじゃない。水、ちょっと待って、こんな、ペットみたいなさ、これはないでしょ。女性に対して、いくら捕らえてるからって。ひどすぎるよ、ちょっと、ほんとに。エイダの紙飛行機。気づいてると思うけど、ゴミ処理場の排気口からなら、ここを抜けられるかもね。はーい。じゃあ、行こうか。よいしょ。おぉ。まあ、また喧嘩しに来たのかい？おっちょ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 。うるさいよ、まだ。あ、お前はちょうどいい。めんどくせえから、ライフルで。お前はめんどくせえから、ライフルで。あら、やった。足が滑っちまった。痛いな。あ、ちょっと足が痛いぐらいだが、あ、どうしよっかな。最強ハーブ使っちゃうか。よし。何出してんの、あんた。しょうがないな。暗い手榴弾。お前、何生き延びてんだよ。そこはこうやって死ぬもんだろ。死んでねえんかい、タフな野郎。無駄に勝てんだから。取り忘れはないと。で、どこを進めばいいんだ？こっちか。よいしょ。まだい。わん、痛い。何すんじゃてめえ、ほら。うるさいよ、全く。させん。まだ余計なことやっちゃって。気づけよ。後ろにいたべ、今。入るなよ、だからって。いらだって、入るなってな。ちょっといら、いらだって入るなよな。まだお祭り騒ぎってか、まだ。痛い。おい、何してんだてめえ、ほら。いや、お前らまとめて。よいしょ。アイテム落とさないか。さて、こっちの下？Looks like this is it. なんか拾うっていう。It stinks. Sure does. しょうがねえよ、もう。No way, Leon. Way. いや、にしてもさ、いや、にしても順序っても、ちょっと横。ちょ、横にいる。ちょ、横にいる人は。What is this? Come on, let's go. ま、ちょっと待って。これあれじゃねえか。どう、リヘナラドールか。動き出すべくだよ。ほーら、言わんこっちゃない。
これが噂に聞く兵隊というやつか。ちょっと静かにしてもらえると助かるかな。背中に、おおお、あ、全然近くにいても爆発してその針が飛んでくるみたいなことはないっぽいね。よかった。あ、じゃあここの爆弾とかを利用した方がよかったな。そっちの方が隠れろ、はい、ってもらおうか。一応ライフル弾があるってことは多分来るんだろうな。ん、重いな、一人じゃ無理か。じゃあ、アーシュリーちょっと出てきて犬みたいに扱っちゃうけどごめんね。さてと、でここをちょっとアーシュリーと二人で押して、この前も、あ、そっちから押す、落ちそうじゃない、ちょっと。恋してるな、てか恋してるな。ちょっとアシュリーには中入ってもらおうか、はい、ほらいた。またお前もトゲやろうか。はいはい、で足を打ってグッバイ。これで終わりか。まあ爆ね、こういう爆弾とかを使ってもいいんだろうけどね、俺はあんまり使わない主義なんで。カモン、でここを二人で押すと足ね。ああ、さてと進もうか。アイテムの取り忘れとかはないもんね、どうやら。宝とかもないよ。お前硬いやつか。お前には躊躇なくマグナムを使えるからありがてえぜ。お前は普通だな。いや、あ、こういう危ねえだおめえ。あー、でもこの特殊スコープ、まあサーモスコープか、サーモスコープ、これね、あれね、相手の位置もね、ちゃんと補足できるから、使いやすい。ただ、遠距離まで見れないっていうのがちょっと難点だけどね。で、こっちはなんもなしか。はい。待って、ちょっと待って、こっちなんかある。いける？いけない。か、いけないか。うん。もう一回失礼で、わあ、暑そう。Look, there's a gate here. あそこに扉がある。おお。おちょ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 。まあ、また団体様で。そんなにはしゃいじゃって。あ、耐える。あ、そっちからも来てるね。あー、ちょっと待って、マグナム、こいつはもう邪魔邪魔、一定のこんにゃわやってくるんじゃねえか。ほら、お前マグ、何マグナムの一撃に耐えてるんじゃねえか。うん、ほら落ちろ、落ちねんかい。ちょろばばば、あ、落ちた。ちょ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 、入るなよ。待って待って待って、ほら入るな。バイバイ。落ちててくれよ、お願いだから。うん、これ待ってたらやばいな、多分敵来るな。しんどけ。ここかな。
あ、赤ハーブ、よかった。で、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。あ、ブニーの目。やべ、ちょっと。ちょっと待って。これ、アシリーにしとこ。危ないね、君。サイドは入るんじゃないよ。お前らさ、道具に入るのやめてもらっていい？当たってるべ。よし、壊れた。耐えるね。やけに硬い。危ねえだね。どっから投げてるの？ショットガンの一撃はそんな甘くねえぜ。硬いんだって。全く耐えるんじゃない。硬いな、本当に。だからって入るなとは言ってない。わけわからん今日すな。硬いんだよな。硬くね。ショットガン3発目3、4発必要ってどんくらい硬いんだよ本当に。当たってねえよ。当たってたとしてもそんな痛くねえよ。どんだけ湧いてくんだマジで。もうほんと多い。いいよ、いっちょ。走り、いっちょ。よし、バイバイ。さあ、多分さ、ここ開けたらいるよね。こんばんは。でもその前にライフルは装備させてもらうぜ。よいしょ。なんか、あー、君はね、そこそこ硬いけどいいアイテムをくれるから俺は嬉しいよ。どうしようかな。で、ハーブはちょっと一個残しとこうか。ちょっと待って、今一瞬声が聞こえたぞ。ほらー。いるでしょ、どっか。こっちじゃないか。ここはアイテム部屋かな？ん？おー、ライフルだ。ありがとう。ここにあいつがこんなところに飯食うなよって。確かに、ここ、倉庫みたいなところだもんね。こうだ。つまみ食いでもしてたのかな。よほど美味しい何かがあったんでしょう。ここにはきっと彼らにとって。じゃあ先行こうか。多分いると思うんだよね。曲がり角かな。もらいた。はい、もう一発。はい、もう一発。当たんなかった。はい、もう一発。あれ当たんない。はい、もう一発。そしてグッバイ。お金ちょうだい。ありがとう。さて、こっち側に何か。あのボタンを押したら何かあるのかな。あー、ハーブ2つ目。緊急の開閉装置を作動させた。シャッターは何かに引っかかったようだ。お？何かとは、何かとは何だ。これかな。レバーが壊れている。よし、くぐらせる。危なすぎるでしょ。大丈夫。そっちが動くんだね。あ、びっくりした。閉まっていくんかと思った。で、開かない。横の装置と連動してる。あ、これを二人でやるやつ。そういうことじゃない。Wait. Go. やった。なあ、こっち行ってないけどまだ。おお、黄色ハーブ。ありがてえ。これ黄色ハーブと
これでああ赤ハーブがないとダメなわけね。こっち行っちゃおうか。うおおじいちゃん、痛かった。お、そしてレッドハーブ、これはありがてえ。すごい最強ハーブが何個目？2、4、6、9個目。多すぎ、さすがに多すぎるな。ちょっとで、ちょっと、Welcome. あとね、マグナムちょっと売っちゃおう。まだ4発残ってるけど、マグナム売っちゃおう。マグナムこれ売っちゃって、Thank you. で、What are you buying? の強い方のマグナムキラーセブン、かっこいい。これ買おう。収まるね。なんなら、ね、ちょっと浮いた分持ってきたじゃん。あ、てかブラックテイル、あれ限定仕様に改造できんじゃないの。まぁ、あ、ちょっとうーたか。いやでもライオットガンの方がちょっと重要視してるんだよな俺は。あ、これも限定仕様改造できる。すごい、限界以上に威力をアップ。やりてえ、これもやれるならやりたいな。おたんか、わ、びっくりした。なんか落ちた。やべえ、本気で焦った。なんなら結構ね、身近で にある方がびっくりするんだよね。身近で何かある方が。まあとりあえずセーブします。はい、じゃあちょっとセーブしたんで次行こう。さあ次とか先行こうか。ではチカチカする、ちょっと見づらい。チカチカしてて見づらい。こっちには何か？なし。これ壊せる。壊せる。ショットガン5発。これも壊せるけど何もなし。で、アシュリーが運転するの？それは聞いてないな。え、何これ、どっちを潜ればいいの？前を見てればいいのかな。前を見てればいいのと、何？え、後ろ？はい、うーわ、今日団体様、ちょっとすいませんね。余っちゃって、こっちじゃないな。ね、待って待って待って、こっちだな。こっちの方が効きそうな気がする。え、グッバイ、燃え盛れ。あ、なんだよ、ったく降りなさい、ここは。あ、まったく、もうその距離だったらクロスボウいらねえだろ。もうおいおいおい、バイ、多いな、いくらなんでも。ちょっと、あら、やっと、あ、なんだ、待て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 、忙しいんじゃこっちも。こっちでてんだよてめえ、何それ。よかった、間に合ったっぽいわ。ああいうのが時たま多くってことね。よっしゃー、グッバイだぜ。ライフルの弾、おっ、マジかよ。あぶねえ、ギリギリ間に合ったか。ごめんな、お前に悪気はねえんだ。よし、で止まりやがった。これをスナイパーライフルで撃ち抜けってことかな。あれ違う、いや任せたわ。オッケー、そういうことだな。うん、
当たらねえな。ダメか。一回降りるってことか、やっぱ。さすがにそんな楽な ルートは取れねえと。そういうことか。まあ、苦難も楽しもんで、楽しい。なんじゃい、貴様ら、おい。いやー、なんじゃ、ほら。撃ち抜かれてんか、ボケ。ほら。なんだ？なんだ、我。なんだ、俺。見づらいな、これを。でも、撃ち抜きやすいのも、また事実。お金、お金。何しろ、こいつ。忙しいんじゃんこれ。違う。あら、こっちもこっちで忙しいんでね。あ、まだしてんの。今懲りない連中だね、まったく。で、おお、ここにアイテムがある。おお、マシンピストルいらねえ。ライフル弾は必要で、上げて移動準備ができたから戻るって感じか。おお、ちょっと、そこにアイテムあるじゃん。ショットガン、おお、10発ありがてえ。さてと、じゃあ下に戻ろうか。この高さ飛び降りるのだいぶ危険だけど、死んでるな、だいぶ。じゃあちょっとハンドガンにしますか。だいぶ上まで上がるな、ほら。あ、ここはちゃんと開くんだ。まだ敵が出てきそうな気がするんだよな。ほら、先に落ちててもらおう。ごめんね、引いちゃうけど。先に出てくることを予測して。ちょっと待って、やばい、これはやばいわ。だよねー。ゴミがやたら多いな。あ、ちょ、痛い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 。あ、ほんだろよ、ほら。ほらや、何来とんじゃ、我。ちょっと回復しようか。ちょっとうるさいよ。どっち？あぶねえ。あ、ゲームオーバーかい。ゲームオーバーじゃない。よかった。なに、ゲームオーバーかと思ったよ。あんなんだ、あんな演出されたらゲームオーバーだと思うじゃん。たかにこいつはもう動かないだろう。まあそりゃそうだよ。よし。お？おっちゃん、瞬間移動だね、相変わらず。おー、審判の光、なんやこれ。なんじゃわれ。これは組み合わせだけど、どれに入れる。これか。あと入れるところはなさそうか。これ売るか。宝はどうやら、ここ、OK。おーし、焼夷弾。焼夷弾じゃねえや。一回セーブじゃねえや。一回おっちゃんに話しかけよう。
got a selection of good. What are you buying? たださっきと品揃えは同じ。いやちょっとね、ライオットガンとハンドガンのブラック、まあブラックテイルの限定改造目指したいね。What are you selling?ちょっとこれ売っちゃってもいいかな。Thank you. まあアーマーね、多分買ったことによってね、めちゃくちゃダメージ量が減ってるはずなんだけど、ね、俺自身が食らってるから。待って、ああ先進んじゃったよ。 I can feel them growing ever so strongly inside you. 何言ってんだ。な何その超能力みたいなの。抵抗してるんだ。まあ、you cannot disobey. こうは親にやさか。Now, come to me, Ashley. 反抗期ってやつか。あ、アシリー。あ、目の色が変わってる。アシュリー！あ、発信機すごいな。こんな状況なのによくこんなとっさの判断できるな。え、また連れてかれるの、アシュリー。マジかよ。It's already begun. あ、そういうことか。動画が始まってるから言えば、レオンたちのね、体にも異常が出始めてる。あ、そうか。先にね、もうアシュリーも、そのレオンよりね、もっと早くにあれ、注射が打たれてるから、まあ、効果が出やすいってことかな。じゃあちょっとセーブして、まあ、もうちょっと続きやろっか。はい、じゃあちょっと続きからやっていきたいなと思うんですが、こんなところに大金がある。こっちにもなんかあるんじゃないの。なかなかった。まったく、なんて野郎だ。教団の計画について、あ、なんだっけ、なんだ、メントスみたいな。じゃあメンです。ちょ、メントスって、それ美味しいお菓子、さ、お菓子や。あのエージェントそうです。村長とサラザールを失ったが、教団の計画はこのまま予定通り進める。ただ部出来が悪かったとはいえ、忠実な部下を失ったことは計画の進行にも多少の影響が出るだろう。であろう。出来が悪かったって、正確に言えば多分お前の出来が悪かったんだと思うよ。多分お前の計画に多分問題があったんだと思うよ。敵側の俺が言うのもなんだけど、うん、多分いくらなんでも計画、もうちょっとレオンの実力とかさ、そういう、あとはさ、エイダの介入とか、もしくはルイスの介入、そこら辺をもうちょっと高く見積もってもよかったんじゃないかなって、ちょっと思ってる。だから、ね、忠実なね、部下を失ったね、のも、多分お前のせいだよ。サザラさんは多分お前のせいだよ、多分。全部お前のせいだよ、多分。しかし、失った人材を補充するにも、幹部レベルの人間は迂闊には増やせない。なぜなら、支配者側のプラーガは人間の意識がそのまま残るから。あ、そうなんだ。意識が、ああ、いつでも私を裏切ることが可能だからだ。そういうことか。だから、あくまで、ね、その、サラザール、まあ、バカ上州と、まあ、村長は、あくまで、その、人間の意識は残ってたけど、あくまでそのサザラ様に忠誠を誓っていたからこそ、まあ、まあ裏切る可能性がほとんどなかったって言えるけど、実際それをまた増やそうってなった場合は、まあ、まあ裏切る可能性があるから、まあ迂闊には増やせないってことだね。
あのルイスまでもが私を裏切った。以上、今後はより慎重に仲間を増やさなければならない。計画の最終段階で内部の者に足を引っ張られてはたまらんからな。主に足引っ張ってるのお前だけどね。多分主に足引っ張ってるのお前だと思うんだよな。多分、いや絶対。What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did.ウェスターと、ウェスカーと繋がってる。ウェスターって誰や。ウェスカーと繋がってんのか。でこいつ誰だ。なあレオンのやっぱ恩師的な人なのかな。わかんないけどそんな感じの人のように思えるよね。なんだ。いきなりおたけびをあげられたが。なんだ。やろってのかい。喧嘩売ってるんだったら買うぜ、その喧嘩。ごめんな、なんか意図せず。危ねえ、痛い。回復しないときついかもな。でも耐えるね、ほんと。やったら簡単になことない。無駄に硬いんだから本当に。本当に無駄に硬いんだから余計に。うるさいよ、横やり入れんじゃねえよ。いって、上から。なんだてめえやる気か、おら。なんだてめえ、おら。やるならその喧嘩買うぜ。よいしょ。やべ、弾がねえな。とか言った。脅してくれた。来やがれ。当たってねえ。どういうんじゃや。乱れ打ち。おお、ショットガン。ありがてえ。けどちょっとお腹痛くなってきたわ。でも腹を押さえちゃってるもんだって。こっちなんかあるかな。お、お金。ちょっと待って。お宝がない。お宝ないわ。本当にこのマップお宝本当に少ないね。めちゃくちゃあるかなと思ったら全然ない。お宝が、俺の欲しいお宝が全く見当たらないよ、お宝が。な？ちょっと待って。なんだこの広い空間は。ベレー帽。ちょっ、結構早めに押したよ。よし、今度さ。そう簡単にはいかないぞ、多分。
避けて、Been a long time, comrade. 次、よーく左、じゃあ同時クリックか X&C、どっちか。Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. あぶねえ。ああ、でも。What do you want? いや、油断はしないぞ。あぶねえ。The sample settler developed, that's all.あぶねえ。Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. おっと、あぶない。すげえ。うわ、かっこいい。You got her involved just for that? すごっ。おお、すげえ、かっけえ。あぶねえ。あ、やっぱ。All for umbrella's sake. Umbrella. なんでアンブレラ関係してんの。Enough talk. Die, comrade. おお、怖い。ちょっと変わるな変わるな。Bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. どんな運動神経してんのお前。You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? イカれた運動神経してるなお前。You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here.Maybe some other time. 教えてはくれないわけだ。ん？なんサドラさんか。Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guest on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, クローザーとやっぱ。なんだろう、どう、なんか関係があったんだろうな、多分。レオンの、やっぱ、給油とか、だから昔からの顔見知り、どうとったんだ。Enjoy the fun. どうなんだろう、やっぱ、クラウザー、もしかしてやっぱレオンの恩師だったのかな。ちょっとね、材料がないと何とも言えないけどね。こっちで合ってる。あ、先進んじゃってるわ。そっちがなんか多分上あるっぽいから、回収、上に行けるからなんかあるかなと思ったけど、まさか、まさかまさかの何もなし。行こうか、じゃあ。先に進もう。まあ多分いずれあのクラウザーとも戦うことになるんだろうな。なんだろう、レオンをはるかに上回るゴリラは。なんだよここ本当動物園かここ。なんだよ巨大な赤ちゃん、巨大な赤ちゃんに巨大な金魚に、うー、おお、増えてる。どのタイミングで行けばいいんだこれ。このタイミングだな多分、長方形になったタイミングだ。このタイミングだ。ちょ、つかめねえタイミングだ。いった、おお、すげえなレオン。さすがとしか。危ねえ。
あぶねー、なんで避けられるのだから、なんで避けられるのこれ。いや、レオン強すぎるでしょ、いくらなんでも。え、嘘だろ。ちょ、即死。まあそりゃそうだよ。マジかこれ。ここからかい。マジかよ。あー、危ねえ。で、ここだ。これ多分 X と C 来そうだから。はい、その後、はい。これ、回復しても無駄だろうな。X と C 構えよう。はい。すごっ。どんなよ。どんな。お、サドラー様の部屋かな。何？エメラルド。ん？何このコマンド。ねえこれ、レオンが、レオンが好きな人に対するサービスショットやん。マジで何、何この時間。やったぜ。でも気づけたわ。にしても本当に何今の時間。これ裏？何今の時間本当に。本当にいらないと思うのは俺だけかな。またこんなところ作っちゃって、無駄に昼。びっくりした。はおー、アイテムあんじゃねえ。エメラルドとハーブ。ちょっと生ハーブ1個もらっとこうか。で、最強ハーブを使わないのはね、あくまでボス戦に備えてるためだけど。おっちゃん会いたかった。今す、ルイス。あ、ルイス。あいつ、あいつやっぱいいやつだったわ。フラーガの特徴は3つある。1つ目は宿主をコントロールできること。これについては改め知る必要もないだろう。2つ目は真社会性生物であること。これは簡単に言うと、個体ごとにバラバラに行くのではなく、アリやハチのように社会を形成することを示す。寄生虫としてはかなり珍しい特徴と言えるが、一つ目の特徴を利用するうちに後から身についた特性かもしれない。3つ目は多様な生物に寄生できること。これは2つ の先 の2つの特徴と合わせると特別な意味を持ってくる。この寄生虫が介在すれば、異なる生物の間でも相互にリンクする社会を形成できるのだ。しかし俺はこの興味深い生物の研究を続けたいために教団の目的に目をつぶってしまっている。サトラがプラガを悪用しようとしていることに気がついていながら、とうとうここまで来てしまった。だが今更俺一人の力で教団を止めることができるんだろうか。まあ無理だからこうなっちゃったわけだよね。まあしょうがねえよ。ルイスは悪くないよ、これに至っちゃ。なんだこれ、赤ハーブあんじゃん。あれ、黄色ハーブが必要なんだっけ。じゃあ赤ハーブ、あ、赤ハーブ、あ、これ血の使いんじゃん。やった、2、4、6。あれあれ、ちょっと待って、2、4、6。いや、あれ、あ、一つ使ったんだっけ。そうだった、しょうがねえな。にしてもまだ8個あるっていうのが怖いわ。ちょっとおっちゃん、Welcome.じゃあいいもの。What are you buying? キラーセブン改造できるのかな。でもブラックテイルのかライオットガンのね、あれをやりたいからさ、今ちょっとできねえんだわ。
みんなマシンピストルそういういらねえわ。Thank you. エメラルドも売っちゃって、これも売っちゃって、これも売っちゃっていいかな。5個くらい。まだ。Thank you. Is that all? Thank you. 残す。あれ8万円貯まったじゃん。やったブラックテイル改造しちゃおう。4.5。 え、なにこれ一発バカでかいじゃんこれ。え、初期のショットガン並みの威力じゃん。やば。さすがにライオットガンにはね劣るけどね、初期のね、まあ最初のショットガンと同等以上の威力、バカ強いじゃん。なんだろう、小さいショットガンだろこれ。まさにやべえな。ライオットガンもそうなったら改良しなきゃ。じゃあちょっと今回はちょっと長くなっちゃったんですけどね、今回はここまでにしたいと思います。では面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では失礼します。